話し会のところでもらった弁当を食べて眠たくなってたところです眠気がね止まらないんですよ今。やばい寝そうって思ったから今ちょっとショールームした何かいっぱいで帰ってきてからすぐさ暖房つけたからさ部屋があったかくてさ抜くくて今すごく眠たくなって今お風呂ぬくめてるから暖かくなったら入ってすぐ寝る。明日もお話し会だからね。眠い。明日はめっちゃ寒いらしいで、マジ今日めっちゃ寒かった。帰り道凍えるかと思った。あ、ママがいる。ヤッホー。ああこのパーカーいい匂いするうん、いい匂い、やっぱりこたつ買うかってほんまにちょっとねマジで迷ってるんです。でも今更遅いよってすごい今日言われたお話し会で、でも足が冷たくてさこの部屋ねなんかねちょっと部屋のさ形が変わってるからさぬくもんないんですよねこここの大西が座ってる場所ギリぬくいぐらいでもうちょっとドアらへんいかんなね寒いんですよ。前に一回ハマセリが来てさわりかし最近お家に二人凍えてたもん。そう、大西ちょっとこの寒さで慣れてるからさあれやけど、二人がさちょっと大西よりちょっと寒いそのベッド側の方座っててさ、ちょっと大西エアコンの温度上げていいって言って、あいいよ上げてって言って後から見たらエアコン28度になってたからな。そちらへんは寒いねんけどさこっちはあったかいからさびっくりしてさ立った瞬間え抜くみたいなマジ部屋の時計なんか部屋の時計にさ温度もついてんねんけどさ24度ぐらいまで上がってた。そう足がね冷たいんですよねこの部屋どう頑張っても。なんかそれからいつもさ寝るときはあのあったかいモフモフの靴下履いてんねんけどさ、こうちょっといろんな配置がちょっとねちょっと複雑なんですよ。でもやから1月2月なんかさ今より絶対寒くなるやん。だから買うんやったらさ買うでさ絶対早く買っといた方がいいやん結局買うならさ。電気カーペットは電気カーペットもね寒いんだよな。それかもうストーブ買うからねな。なんかあのこうさあるじゃんこう首振るやつあれならさここら辺置いとけばさあったかいやん。でもストーブってさちょストーブっていうかなんかあのゴーって出るやつじゃないの大西が想像してるの。ゴービーンってこうやるやつ。そう足とりあえず足が温まればね大西は何でもいいんですよ。足がね冷たくてさお風呂入るとき痛いのよ。なんかあったかいお湯かけたらいいってなる。そう
そうなのよ、ジンジンが止まらない、末端冷え性なんですよね本当に。冷たい、そう、だからさ、なんかさ、お風呂上がりにさ、なんか普通の靴下履いたらこう、なんだ、なんか逆にあかんみたいな聞いたことあって、なんか締め付けでなんか余計血流が悪くなって足の先が冷たくなるみたいな聞いたことあって、だからなんかそのさ、このファンの方からいただいたこのモフモフの靴下、なんかジェラピケとかで売ってるやつ、そう、あれを西履いて寝たら朝はね結構足がポカポカやねんけど、これでも寝る前でも冷たくなる時ってあってさ、自分の足の冷たさで靴下まで冷えるのよ、なんか、そう、そう、だから結局こう靴下の中に手突っ込んで手で温めるって、でだいぶ温まったなと思ったらもうそっから温かいから、そう、あれやねんけど、冷たいのよ、そんなに冷えるのね、なんかね、なんか自分の体じゃないみたいな、なんかもう冷たくて、でもこたつを買ったとてね、今使ってる机どうしようかなと思って。誰かいる？机。誰かもらって。折りたためるやつやで。折りたためるやつ。じゃあこの机ちょっとさこの今尾西が使ってる机はをいつかのイベントでIt等賞とかにする、これ3入りの机どうどう、粗大ゴミのあれ大変じゃん、ちょっと粗大ゴミって出すのさ大変よねそうそう最優秀の西の机そうイベントに粗大ゴミを出すのか違うよ、もしこれを捨てちゃうならっていうことね、そこたつ買わへんかったら大西はこれを使い続けるから、そうよそうよいらない、いらないか、駐車場がある会場でイベントしてくれれば受けて、車で持って帰るってことか使える人が持ってた方がいいもんね、欲しい、ちょうだい、サインつけてくれるなら優しいね、みんな絶対いらんやん、絶対いらんじゃん、いらんじゃん、
私の机ん私のこたつと交換するって、おいいね。でも欲しいこたつあるんだよな。ちっちゃいね、一人用のこたつが売ってるんですよ。ちっちゃい、それ欲しい。そう、欲しいけどなって感じよね。一人用のこたつなんてあるんだ、なんか分からへん。一人用なのかな、なんかでもね、ちっちゃいやつがあったの。なんかそう、こたついのないかなと思って探した時に、そう、一人暮らしで使う人がそれ多くて、なんかインスタとかで見てた。そう、探したら安くで売っててね、あ、これいいじゃん。こたつで寝てしまうよね。まあね。まあ、こたつで寝るか、座椅子で寝るかなら、まだこたつの方が良さそうではあるけど。そう、たまにここで寝ちゃうのよ、おにし。こうやって座椅子のまんまで。寒って起きる。最近は減ったけども、あのめちゃめちゃバタバタしてた時期、舞台とか続いてて、そうで夜ショールーム終わって、そのまんまここで寝落ちすることすごい多くてさ、もう記憶にないわ。気づいたら3時とかで、あ、寝てたって。最近はだいぶ減ったけどね、だいぶってかもう一切なくなったけど、うん、うん、何時に終わるか決めとこ。15分にじゃばあちゃん終わるわ。私も寝落ちして凍えてることあります。でもね、前まではさ、別にさ、そこまで寒とかそんなはなかったけど、もうこれからの時期はさ、ここで寝落ちしちゃうともうやばいよね。風邪ひいちゃう。それこそ本格的に寒くなってきたしね。ね、あ、今日1900日やって、ぴったりじゃん。すごい、あと100日で2000日や。クリスマスにいいね。すごい。知らんかった。ああ、いいよいいよ、みんな。いいよ、ありがとう、大丈夫、感謝、ありがとう。あ、いいよいいよ、みんなみんな投げなくていいよ、ありがとう、大丈夫だよ。ごめんごめん、私が1900日やとか言ったから、ごめん。ありがとう、感謝、もう気持ちだけで十分です。ありがとうございます、感謝。いいクリスマスだね、ありがとう。大丈夫だよ、みんな自分のクリスマスプレゼントのために使いな。ありがとう。うん、2000日は4月頃ですかねって。そうな、あと100日やから、あと3ヶ月かな、3ヶ月ちょいかな。2000日
2000日じゃないわ、2000日か、2000日なんかさ、何年とかいうあれでさ見たらさ、おーってなるけどさ、なんか毎回言ってる気するけど、こうなんか1900日ってなんか数字ぴったりやからウェーってなるけどさ、なんか少なって感じるよね。なんか少なく感じるよね。でもさ、ってことはさ、5年5年半ぐらいが2000日ってことか。5年と半年ぐらい。なんかそう考えたらさ、ねえ、2000日ちょいでさ、2500日とかやったらもう小学校1年生とかそんぐらい。1年って短いって、確かにそうね。だって1年って365日しかないねんで。そう考えたら1年がそもそも短いのよ。っていうか1日24時間も短いけどな。1年ってね、365日しかないねんで。一瞬やん。ねえ、2021年もすっごい早かったね。え、あ、風呂沸いたわ、よかった。ねえ、お風呂が沸きました。年を重ねると短く感じるよって、じゃねえの法則や。じゃねえ。あと1週間で2022って、やだー、やだ、やじゃないけど、2022年が来ちゃうよ。どうしよう。断捨離したい。やだ、なんかやだ。まだ行く準備ができてない、2022年にお店は。そう、まだ心構えができてないの。大掃除したい。重曹欲しい。重曹ってどこに売ってる？やって、コンビニは、コンビニは売ってる重曹って。ないかな。ドラッグストア、コンビニはないって。
明日、明後日、明後日とかできないかな。ちょっとなんかいろいろほんまにピカピカにしたいよね。床とかさ、るんちゃんに頼るんじゃなくてさ、ちゃんと拭きたい。丸一日、空いてる日っていうのがないからな。結局、29、いや、あかんか。結局、年内さ、なかったね、休み。でその日引っかかった、ソファーに、ソファーじゃない、そんないいもんじゃない座椅子に。いて、大丈夫、うん大丈夫、なんかってなっちゃった。仕事納めはいつ？内緒。仕事納めは内緒。次の休みあれだ、多分1月1日、1月1日だ。で1月2日に仕事始めや。大西が休めるのは1月1月1日。その1日にどう詰め込むか、いろんなものを。休むぞ1月1日は。その日だけ済むぞ。なら帰れへんのって。一日だけはちょっとね、多分ゆっくりできないからさ、帰んのやったらね、それならもうちょっとなんかお正月のシーズンが落ち着いてからね、せめて2泊3日ぐらいはしたいからさ、うん。日帰りはちょっと寂しい。うん。1月1日でもこたつある状態で過ごしたいよね。ってことはもう頼まなきゃな。もう頼もう、頼むって決めよう。4月1日までに届くかな。今から頼めば届くか。1週間、どうだろう。もう届かなかったらもう子たちある、子たちやって子たちって言った今、子たちがあるメンバーのうちに潜りに行こうか。もうメンバーじゃなくてもいい。もう西はお友達増えたからね。そう、舞台で。でもさすがに1月1日からも行くの迷惑か。会いたい人いっぱいいるんですよね、本当に。最近 K さん、あの上西 K さん、 K さんとも会いたいし、松田咲ちゃんって子にも会いたいし、そう、マリちゃんにも会いたいし、君の竹で共演した、会いたい人だらけだ。ご飯も行きたいよねってね。結局打ち上げに行けてないからさ、全て。そうなのよね。ね、結局ご飯とかも全然だったから。痛いよね。やろうって話はあるのって。ないね。打ち上げやろうはないね、マジで。みんな忙しいからね。今お店でも一番 K さんに会いたい。
ということでですね、ちょっと15分過ぎてたので、じゃあちょっとそろそろお風呂に入っていきたいと思います。じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、まーす。1位マカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がアンマンさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして、6位がケイ、動いてる今、ごめん、またピーってやっちゃった、バーみたいなやつ、ごめん、戻ってきたかな、ごめんね、なんかまた上のバーみたいなやつさしちゃった。じゃあもう一回6位の方からいくよ、いきます。6位、 KITT やっとマークお話し会楽しかったよさん、ありがとうございます。イエイ。ちょっとね、仕様が変わってからね、ちょっと当たりやすくなっちゃった。そして7位がユナットマーク、ギリギリチャップさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がホンさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が大好きアットマーク、クリスマスに写メ撮れて、幸せでしたさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がリッピッピーさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がカホアットマーク、メリークリスマスニコさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がユーナミネギスケさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということでですね、あ、タワーか、ありがとう。1位から3位の方までかな、やってますかね、ありがとう、ありがとう、チーカーさんのありがとうございます。じゃあ読んでいきたいと思います。じゃあ1位の方からいきますね、いきます。マカロニ48さん、マカロニ48さん、マカロニ48さん、1900日タワーありがとうございます。ありが1900日、イエイ、ありがとうございます。ありがとう。そして、ケイジさん、ケイジさん、ケイジさん、1900日タワーありがとうございます。ありが1900日、ありがとうございます。イエイ。そしてラストが、アンマンさん、アンマンさん、アンマンさん、1900日タワーありがとうございます。ありが1900日、ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。本当に感謝、まさかの今日が1900日だったなんてね。なんか前までさ、大西がさ、大西がっていうかさ、普通にやっててさ、あのコメントとかでさ、皆様がさ、あと何日で1600日だね、あと何日で1700日だね、何かするのみたいなコメントあったけど、今回みんなも忘れてたやろそう、いつも大西だけがさ忘れててさ、そう、なんか大西は記念日にあんま興味ない人なんだなって思ってる人多かったと思うんだけど、そう、ほら、そんなもんでしょそうだよ、どう、みんなも一緒にこんな感じでいこうありがとう。でもね、2000日はね、なんかね、キリいいからなんかできたらいいね。ということでですね、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。
うん、でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では明日もお話し会来てくださる方は楽しみにしています。ではね、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。メリークリスマス。